1月24日別府アリーナで F リーグ2014-2015パワードバイインゼリー第29節の試合が行われました。今回の対戦相手はエスコラーダ北海道。引き分け以上でプレーオフ進出となる馬車陣大分。この日はホーム最終戦ということで大勢のサポーターが駆けつけてくれました。まずは前半戦、積極的にゴールを狙う大分。先制して勢いに乗りたい。今度は北海道のチャンス。すると前半11分、北海道のコーナーキックから先制点を許してしまいます。追いつきたい馬車陣。森村のシュート。続いて小園のパスに柴野が抜け出す。惜しい場面が続きます。前半終了間際、北海道のカウンター。これを村山が止めると、続いて大分もカウンター攻撃。ギドダからニブヤ、そして小園。馬車陣大分、見事な連携プレーによるゴール。1対1の同点で前半戦を折り返します。後半開始、先に動いたのは馬車陣。キックインからギドダの弾丸シュート。これが決まり2対1、馬車陣大分逆転に成功。追加点が欲しい大分。後半10分、北海道に同点ゴールを決められ試合は振り出しに。ホーム最終戦、さらに勝ってプレーオフ進出を決めたい大分。一心に攻めます。しかし2対2のまま試合終了。馬車陣大分、今シーズン最後のホームゲームは引き分けという結果に終わりました。第29節終了時の順位はご覧の通りです。そして今回の引き分けにより馬車陣大分プレーオフ進出が決定しました。念願の初優勝に向けて皆さんの応援よろしくお願いします。